はい、皆さんこんにちは。今週の e-learning 導入こぼれ話の時間になりましたということでですね、はい、e-learning こぼれ話はこちら、e-learning に関わる皆様に何かと多分役に立つお話を提供するためのほんわかした番組でございます。はい、で今日はですねこちらです。気象予報士講座を開講中の佐々木京子先生にお話をお伺いしたいと思います。わー、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますということでですね、はい、はいはい、ということであ、はい、ということでじゃあ簡単に自己紹介してください。自己紹介何をされてましたっけ。はい、はい、テンコロのテンコロっていう、会社の代表をやってまして、はい、気象予報士の今講座やってますけれども、はい、他に別の会社で予測の業務を、はい、明日雨が降るんじゃないかとかそんなことを。そうですね、はい、確かあれですね、ブログで今日は最近また天気が悪くなるぞみたいなこととかも。そうですね、予報じゃなくて、はい、あくまでも私の想像ということでですね、そうそう、業務としてやってる、はい、いろいろです、ね、あれですね、はいはい、ということでじゃあちょっとまたパワポの方のスライドを出していただいて、今日は何をやるかというとですね、はい、こんなところです。シュポシュポくん、はい、何か何かというとですね、これです。雲発生実験機シュポシュポくんというのがありまして、はいはい、これで雲が発生できるわけですよ。で何かっていうと、まあ、適当な名前がちょっと怪しいというか変な感じなんですけど、これはれっきとしたこちらですね、理科 .com というサイトがありましてですね、こちらの方に映ってるんですけども、そこで、理科教材と実際に販売されているものでございます。これは何かというと、はい、このような外見をしておりまして、じゃん、手のひらサイズのポンプがついた雲発生実験機でございます。でボトルの内部に水滴を入れる。で上部のポンプに圧力をかける。でそのロックを外すとバシュッと雲が発生するということが体験できる実験機でございます。理科教材なわけですね。で、まあ、物は百聞は一見にしかずなので実際に試してみたいと思います。はい、はい、じゃあちょっとこの手元にありますんでこれをやってみたいと思います。はい、はい、これですね、はい、この辺この辺この辺か、はい、私がやる。あ、じゃあ、はい、これでもうですねすでにここ圧力をかけてある状態です。でここのロックを外すとこの中に雲がバシュッとできる。できるはず。できる。はい。はい。はい、じゃあちょっと行きますよ。行きますよ。はい。頑張ってください。せーの。ボシュッ。はい。おお。ということが起こるわけです。はい、これは、はい、これただ分かんない人の中にはこれなんかいきなり白くなっただけじゃんっていうことだと思うので、これなんどういうことですか。説明してください。無茶ぶり。まあポイントはですね。ポイントはい。おそらくこれは、はい、圧力をかけることによって、ね、まずここでシュポッと空気を入れることによって中の圧力が高まる。はい、でこれはですね多分地上にある空気を作り出してんですね、はい、無理やり。でそれが上空に行くと、はい、上空にふわっと行った時に上空って気圧低くなるじゃないですか。はい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 、っていうことで一気に気圧が低くなるというのを再現してる。なるほど。ここでまずシュポシュポやって圧力が高くなってバッてやるといきなり周りの気圧が低くなるというのを再現し てるというわけですね。そうですね。なるほど、ありがとうございます。はい、はい、じゃあまたちょっとパワポ出していただいて、はい、で、はい、やりましたと。で補足するとただですね、はい、実際に雲ができる過程はこんなに単純なわけじゃないですよね。今のは単純に上昇気流が でこう水蒸気が上がって圧力が低くなったっていうところを試しましたけども、実は必要な要素はそれだけじゃないと。はい、はい、そうですね。ですよね。はい、で雲の生成に不可欠な3つの要素がありますよということで、はい、実際にですね、佐々木先生の気象予報士講座の中でその3要素について解説してた動画があるのでちょっとそちら見てみたいと思います。じゃんと、お、はい、ということで、まあ、雲の生実際にですねこれ音はこちらの音を拾って、はい、雲の生成過程について述べてる部分ですね。そうですね。この頃まだ寒い頃だったんですけど、ね、なんかちょっと山登りみたいなスタイルになっちゃってすいません本当。いえいえ
水蒸気が雲粒になる、はい、まあ、雲の元ですよね、なるのはどうやってなるのかっていう説明をしたんですね。まあ、雲粒ができなきゃ雨も降れませんから、うんうん、まあ、基本って言ったら基本ですね。なるほど。で上に書いてある飽和に達して凝結して雲粒生成って、うんうんうん、こんな簡単にいかねえよっていう話を、はい、してます。で必要な材料、まあ、条件ですよね、が3つあるよっていう話をさせてもらいました、うん、1個はさっき言った上昇気流ですよね、うんうん、地上にあるものがそのままじゃできない、うん、上に行かなきゃいけないから上昇気流が必要。さっきのはこれ上昇気流だけだったわけですね。無理やり作った感じですね、うん、でその他にもいるよと。あとは下飽和状態っていうね、これは雲粒が成長するのに必要、うん、であとはその芯になるものエアロゾルっていうのが必要ですよということですね。なるほどなるほど、はい、で今このこれ発生装置、はいはいはい、発生装置には、はい、発生装置ではですね、まあ、多分エアロゾルはほとんどあんまないんじゃないですかね。ないでしょうね。エアロゾルなかったですね、うん、下飽和っていうと下飽和の状態は、まあ、無理やり作り出してるというかですね。なるほど、圧力をどん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 かけて、うん、一気に冷やしているわけですから、うん、その蒸発が進むというような方向の作用っていうのはなるべく小さくされてるはずなんで、うん、まあ下飽和の状態は割と作りやすい、うん、じゃあエアロゾルがない、だからこれにさらにエアロゾルがなんかこうね、お線香とかで昔やりませんでした、はい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 、お線香の煙をフラスコに入れて、この中に小麦粉とか入れてファーッとやったり、小麦粉だとちょっとでっかいです。でかすぎる。でかすぎます。なるほど、はい、エアロゾルもですね、はい、雲粒に最適なエアロゾルがあるんです。なんだっけ、はい、海の氷とかがいい。海の氷じゃないじゃん、海の蒸発したやつだと塩粒が、あ、そう、塩粒、海塩粒子みたいなのはです、はい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 、あれ巨大ですね結構、うん、なので結構デカめの、うん、いいデカめの雨粒になります、はい、なるほど、というようなことがあるんですけど、詳しくはこの天コロ講義を見ていただければ。そうですね、はい、今ざっくりとやってますね、はいはい、ということで、というわけで今日は雲について、はい、簡単に学びましたということで、詳しくはですねこちらです。この Google とか、まあ、検索エンジンで天コロ気象誌というやつでですね検索していただきますとこんな感じで天コロ気象予報士講座の講義編とかいうこういった YouTube のやつだとか、あとは体験塾をしてますんで、こんなんがですねありますのでぜひ見ていただければと思います。はい、はい、ということで今日は、雲についてeLearning気象予報士講座の先生のですね佐々木先生、天コロの代表の佐々木京子先生に来ていただきました。はい、じゃあまた来週もですねeLearning導入こぼれ話、次回放送もご期待ください。ではまた来週さよなら。はい、ありがとうございます。先生硬かったですね。そうですかそんなことないですか。はい、いやいやいや、もうこれどうですか、大丈夫でしたか。はい、全然いいと思いますよ。はい、ちょっと待ってください。はい、待ってくださいだぞ。いいんじゃないですか。ちょっと貸してもらっていいですか。はい、これ結構いいの。あげましょうか。いや、私持ってるんですけど、はい、これと同じやつ。台東区の方、上野の方に気象なんとかセンターありませんでしたっけ、うん、NPO のありますね。 あそこでも似たようなのと、はい、竜巻発生装置売ってたんですけど、はい、高かったので、はい、そっちの方が、はい